エレーナ・ボンネル、エレーナ・ゲオルギエブナ・ボンネルは、ソビエト連邦及び、ロシアの人権活動家、アンドレイ・サハロフの妻。1923年2月15日、トルクメニスタンのメルブに生まれる。ケーフ・ゲボルク・アリハニャンは、アルメニア共産党中央委員会責任書記及び、コミンテルン執行委員。母ルフィ・ボンネルは、シベリア生まれのユダヤ人で、ジップは、アルメニア人であった。父ゲボルクは、1937年5月、ヨシフ・スターリンの大粛清によって逮捕され、翌1938年に処刑された。母ルフィは2人の子供を連れて、母親のいるレニングラードに移るが、逮捕され8年間の重労働を課せられた。エレーナは、レニングラードの高校卒業後、第二次世界大戦で看護婦に志願し、従軍、2度にわたって負傷する。1945年中尉で除隊する。戦後、第一レニングラード医大に入学し、卒業後、小児科の学位を得る。以後、小児科医、地域医療、執筆活動などに取り組む。医大の同級生と最初の結婚をし、数おかずめを設けるが1965年に離婚した。エレーナがサハロフと知り合ったのは、1970年10月のことである。すでにサハロフは、1960年代から人権活動を展開しており、サハロフに影響されたエレーナは、1971年ソ連共産党を離党した。翌1972年1月にサハロフと結婚する。以後、エレーナはサハロフの伴侶として活動する。1975年サハロフに対してノーベル平和賞が授与されるが、ソ連から出国を禁止されたサハロフに代わり、エレーナはオスロに行き授賞式に出席した。欧米を回ってソ連の人権問題について市民に訴える。ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻をめぐって、この戦争に反対したサハロフは、1980年1月、ゴーリキー氏に国内流刑される。当初エレーナはモスクワとゴーリキーの間を往復し、サハロフと外部との連絡役を務めるが、当局によってエレーナ自身もゴーリキーに拘束され、サハロフと共に流刑の処分を受ける。エレーナは心臓病が悪化し、手術を要する事態に陥った。サハロフはエレーナの手術のために出国許可を求めるが、拒否され、ハンガーストライキに訴えた。1985年3月新たに就任したミハイル・ゴルバチョフソ連共産党書記長はエレーナの出国を許可した。同年12月にアメリカに心臓のバイパス手術を受け、翌1986年帰国する。この年、ゴルバチョフからの電話により、夫妻の国内流刑は解除され、モスクワに戻る。1989年のサハロフの急死後は、その意思を受け継ぎ、ロシア内外で民主化と人権活動を続ける。1991年ソ連8月クーデターでは国家非常事態委員会に反対し、ボリス・エリツィンの側についた。ソ連崩壊後、エレーナ・ボンネルは当初エリツィン政権を支持していたが、チェチェン及びナゴルノカラバフ問題に対するロシアの関与に対しては反対した。特に1994年の第一次チェチェン紛争には反対し、大統領人権委員の公職を辞した。モスクワに在住していたが、その後、娘のいるアメリカ・ボストンに移った。ウラジーミル・プーチンを筆頭とするシロビーキが統制を強めるロシアについては批判的であった。2011年6月18日、ボストンで死去。88歳没。AB エレーナ・ボンネル氏=サハロフ博士の妻。人権活動家、お悔やみ、社会、読売オンライン税。サイトジャーナルテンプレートでは、ジャーナル=引数は必須です。イヤー=デート=の日付が不正です。ABC、エレーナ・ボナー。2011年6月20日閲覧。ありがとうございます。